栄光あれ。出て出て困りました。諸悪大佐、千の鎮気をもって鼓舞一心同期。 サイは投げられた。全てを失うか、はたまた手に入れるか。 準備は口ない。ベッド。<笑>評価を始めるね。行って、カブ。階段。地上が、長期間見据えるのが成功の秘訣。<笑>お。 和をもって尊しとなす。気をつけて。役目を果たします。消え去れ。あの光、空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。当たりだ。好きに使ってくれ。 サイは投げられた。すべてを失うか、はたまた手に入れるか。<笑>出て、客をもてなさないと。はっ、お、階だ。あお、
鎮気を持ってコブを一心同期。バラに近いよ。準備は朽ちない。気をつけて。生産しましょう。諸悪退散。あの子はこの中にいるのかな。ギャンブラーめ、僕の心配はしなくていい。どうし、あ、おや、彼女の奇跡が。僕はただ、どうしてそれがここに。あの羽頭が君を嘲笑うために置いたのかもしれない。君が苦労して仕掛けたマジックショーがただの悪あがきだ。奇跡の色はクリフォトの生体の光と同じ。よくこんな馬鹿げた言い訳を思いついたものだ。彼がもう少し用心深ければ。これはただの餌だよ。ああ、だから君はレイシオの裏切りを計画の鍵の一つにした。あの教授の演技は真に迫っていたと言わざるを得ないよ。そもそも彼は演技。あの真面目一徹な大奥家の当主は異常なほどの支配欲を持っている。君は彼に十分な情報を与えながら隙があることを気づかれないようにしないといけない。だから君はレイシオを彼に合わせ、わざと計画が漏れるよう仕向けたんだ。相手に疑われないよ。レイシオには全て本当のことを話して、彼もそれをありのままにサンデーに伝える。そして最後、あの当主は君が仕掛けた餌を通じて目論み通りに、君は三つ目の奇跡を隠すことができる。僕の頭の中を勝手に覗くな、クソ野郎。頭？僕たちの頭の間違いだろ。君は僕であり、僕は君。人前でボロを出さないようにするには先に自分を騙すのが一番。僕に言わせれば、君は自分を騙せてなんかいない。これはサンデーが持っていたもう一つの奇跡だ。とても綺麗な緑色で、これの名前を教えてくれ。じゃあ僕が思い出させてあげよう。砂金石は幸運と計略の石。君がこの石を手に入れた時、
彼女はそう言ったんだろう。砂金石は珍しいものじゃないけど、ある宝石と色がよく似ていることから、その宝石の代替品として使われることが多い。翡翠と呼ばれてる。あのサンデーでも見抜けなかったんだから、翡翠も砂金石の代わりとして使えるみたいだね。アベンチュリ、トパーズ、ジェイド、三人の精鋭、三つの奇跡はちっぽけなピノコリンのために自分の全てをかけている。君たちはファミ言っただろ、チップ三枚で十分だって。前者なのか後者なのかはそれで本物の砂金石はどこにあるのか。ただ君の口から聞きたいだけさ。今のそれは本当に持ち主にお似合いだが、なら君の望み通りにしてあげよう。それらは片時も離れてはいない。そう、この安っぽい宝石の中にね。君は出発前砂金石を砕いた。その見た目君の支離滅裂な人生にそっくりだな。どんなに輝かしい外見をしていても、中身は価値のない石ころ。そんなものでもこんなことをしたらどうなるかよくわかってるだろう。クリフォトの生態を冒涜した人間をカンパニーが許してくれると思うか。ダイヤモンドはいつだって結果を重視してきた。僕の生み出す価値がコストを大きく上回っていれば勝て、何の代償も払わずにファミリーを騙せるわけないだろ。大丈夫、孫悟の奇跡は砕けても効果を発揮するからね。たとえ効果が大幅に弱まったとしても僕。本当に不思議なんだけど、どうして君は毎回危ない橋を渡ろうとするんだい。自分のために用意した選択肢はいつ。まさか本当にリスクが大きいほどリターンも大きいなんて信じてるのかい。君にはわからないことがたくさんあるってことさ。それは君が本当にできる。な、奇跡が消えた。また調和の幻覚か。気を逃して泣いてよ。ここへ。動じないで、うん、好きに使ってくれ。サイは投げられ、全てを失うか、はたまた手に入れるか、買いだ。ストップロスに注意。調和の幻覚か。いい子にしてね。どうじゃないで。
チ、キル。奇跡が消えた。また調和の幻覚か。また会ったね。うん、また会ったね。うん、お姉ちゃんもいるよ。僕たち4人で隠れん、本当に楽しかったな。そうそう、ここに来る途中、お父さんがフルフル映画を見に連れて。それを言うならフィルム映画じゃん。そう、それたくさんの絵が並べられてて、動く壁画みたいになるんだ。僕とお父さん、お母さん、お姉ちゃんを一緒に置くと家族になるんだよ。よかったらお兄さんもやってみて。ずっと難しい。そうだね。なかなかの点数だろ、はあ、つまんないな。律令が如く。なんで黙ってるんだ。君は確かに僕の興味を引いた。僕、今回はやけに素直だな。素直さは数少ない僕の大切な品性だからね。わざわざ強調するまでもない。あの迷路が見えるかい。君、僕たちのスタジオの旅はまだ終わってない。君の一番高い岩より高い。
それにお花もたくさんある。お姉ちゃん、この紫のお花あげるよ。君には関係ない。ヒントが必要かな。これは君にはめられたカセだ。あの男が君に与えた最初の仕事。君が稼いだ最初の金。君はこの鉄の鎖を拳に巻きつけたんだ。それは君が見つけた唯一の道具だ。そしてあの迷路の中で君は黙れ。その過去を直視したくないのか、それとも自分の命が六重多眼場しかない。僕が思うにどっちも正しい答えじゃないな。君がそれを直視しよう。弱い奴が危険を犯したりするか。ああ、確かに君は危険を犯すのが好きだ。でも、なんだかんだで余計なものを手放そうとしないじゃないか。あの同行者たちは君の切り札となり、もっと大きな役割を果たせるはずだった。ファミリーの汚点だって、探せばいくらでも出てくる。必要なのは少しの犠牲だけ。オパールなら、とっくに解決してるだろうね。残念ながら君は彼には及ばない。でも君がそうしていればこんなことにはならなかった。君が言った小細工は確かに効率的かもしれない。でも僕はそれができないんじゃなくて、だって不公平まるで君の相手が君に対して公平であるかのような物言いだね。状況は彼女は僕に全てを覆せる。つまりテーブルの全てを消し去るってこと。それは反則。この葉っぱを持ち帰ったら新しい花が咲くかな。君に残したこのお守りは純金で作られてる。どうして。そうすれば君と姉さんはしばらく普通の生活を送れてたはずなの。母さんは2つのアクセサリーしか残してくれなかった。一つはネックレス、もう一つはお守りだ。君はいつもそう言ってるけど本当。関係ない話を持ち出すな。わかった。ところであの時姉さんが言った言葉は覚えてるかい。あなたは地母神の祝福を受けた子供で、一度きっと今でも耳に残ってるんだろう。君はいい子ちゃんだから。そう、君は覚えてる。姉さんの最後がどんなに惨めだったかも。背後から聞こえる鋭い笑い声がどんなに心をえぐったかも。姉さんに言われた通り。いい加減にしろ。他に話すことは。
話を遮られたのはこれで2回目だ。君は本当に分かりやすいね。ようやく君の考えが理解でき、最後にはこの美しい夢をひっくり返して最も盛大な死を作り出そう。これが君の主張だ。あの性格から始まってロビンの声の損失、2つの殺人事件、サンデーとの交渉、さらにあの仮面の愚者のヒントに至るまで、ある一つの文字だけが君の興味をかきたてていた。そして今それは、でもダイスの目が出ればいいだろう。じゃあ僕のために観客席を開けておいてくれ。君がどれほどの力を持っているのか見てみたいんだ。もし最初からやり直せるとしたら、君はまた地母神に。今回は静かだな。ようやくあいつが消えたのか、それとも僕が消えようとしているのか。出られた。帰るの？でも僕まだ帰りたくない。Thank you.
ここ楽しいな。ずっとここにいたい。運試しと行こう。どこに行くんだい？同じ場所にしか行かない。たとえ過去であろうと、今であろうと、未来であろうとな。美しい夢は終わった。美しい夢は終わらない。
ンなの？革靴の音が聞こえる。火を逃して泣いてよ、ここへ。当たりだ。カブ、焦らない。行って、カブ。これでこのプロジェクトは完了だね。わからないけど、お兄さんを見てると不思議な感じがするんだ。興味が湧くっていうか、なんかうずうずするっていうか。もっとお兄さんのこと知りたかったのに、もうお別れしないとなんて。お兄さん、楽しかった？君は帰るのかい？うん、そろそろ帰らないと。暗くなってきたし、雨も降りそうだから。みんなに心配かけるわけにはいかないしね。君の家はどこにあるんだ？おかしなこと聞くんだね。家はお父さん、お母さん、お姉ちゃんがいる場所。この夢だよ。この遊園地、この夢は本当に穏やかだよね。だからみんなここが大好きなんだ。でもお兄さんは嫌いなんだよね。どうして？彼らがここにいないからだよ。じゃあ彼らはどこにいるんだ？わからない。わかってるくせに答えに意味がないだけだろ。認めた方がいい。君は疲れてるんだ。僕たちは疲れてる。だからここに残ろうとしてるんだ。彼も僕も。君の過去、そしてどのくらい残るつもりなんだ？永遠にさ、僕たちは君と一緒に永遠にこの夢の中に残る。これは死を覚悟した人に捧げる最大の敬意だよ。相手の意表をつくのはめちゃくちゃなやり方だけど、君にとっては珍しいことじゃない。なぜなら自分の命は君がいつも真っ先に投げるチップだからね。君は真犯人が誰なのかも、遺産なんてものにも興味がない。ただ公正に仕事をするカンパニーの社員として、ファミリーのテリトリーで辛酸をなめ、熱い枷をはめられ、ステージの中央に押し出されることだけを望んでいる。そしてこの宴の3人目の犠牲者になろうとして。僕にはできる。それも完璧にね。
はきっとちょうどいいタイミングで君を助けてくれる。一つのこれでカンパニーもテーブルにつく資格を手に入れられる。そして君も果てしない渦の中から抜け出して夢にまで見た救済を得ることができる。別に初めてじゃない。これは君の一番得意な、一番望んでいるやり方だ。このドタバタ劇は死で始まり、だからダイヤモンドは君を選んだのか。彼が欲しいのはピノコニーだけだ。手段も代償も厭わない、具体的な人間とも関係はない。それは大変そう。急に思いやりが出てきたけど、両親がいたんだのかい？僕は結局君の自我の中から生まれた存在だからね。僕は君がすることを止められない。君が行く場所も覆水盆に帰らずってやつさ。僕たちにできることは全てのチャンスをつかんで1秒でも多く勝ち取ることだけだ。ああ、残念ながら人は一生正しい決断だけをすることはできない。たとえ常に幸運が味方しているとしてもね。君は常に勝ち続け、負けたことがない。でもどうして君なんだ？どうして君じゃないといけなかったんだろう。もし幸運な人の奇跡が彼の愛する全ての人、さらにはそれ以上に多くの人の不幸の上に成り立っているとしたら、もし君のもたらす雨が地母神の慈悲と恵みの象徴なんかじゃなく、そうだとしたら、僕たちは一体どれだけの過ちを犯して。その終点にたどり着いたら、僕たちの迷いも答えが得られるかもしれない。分かった、僕は先に行くよ。この先で君を待ってるから、最後の時間を使ってこの子にちゃんと別れを告げるんだ。できる限り後悔なく死ねるようにね。これで残ったのは僕たちだけだね。僕の写真を撮ってくれる？記念にしたいんだ。写真を撮ってくれる？記念。
よかった、これで僕も自分の姿。今度写真を撮るときはレンズを見た方がいい。うん、そうする。それでお兄さんもそろそろ帰るの？僕はまだ帰れないかな、ここでまた。ふーん、じゃあもうすぐステージに立つんだね。なら行こう、ステージのところまで送ってあげる。ああ、お兄さんって役者さんだったんだ、道理で綺麗な服を着てると思った。いや、実は僕は商人なんだ。でもここでショーをするんだよ。黒い服を着た人たちみたいに？でもお兄さんは黒い服を着てないよね。あの服を着てるのは一般のスタッフだけなんだ。僕のポジションは彼らよりずっと上だから。すごいな、僕もお兄さんみたいにかっこいい大人になれるかな。なれるさ、君ならきっと僕よりずっとかっこよくてすごい人になれるよ。動じないで。キヨの陛下に慈悲なし。タッチ、キル。地上が、あ、長期間見据える。が成功の秘訣。かくれんぼ答え見つけてごらん。私泣いてよ、ここへ。ベッド、僕が出そう。その血の傷、気をつけて。お兄さんって役者さんだったんだ、道理で綺麗な服を着てると思った。Thank you.
この幕の裏がステージだよ。もうすぐ出番だけど準備はいい？公演がうまくいくよう祈ってるね。ありがとう。まだ緊張してるみたいだけど、よし、じゃあ手のひら合わせしよう。チボシンの加護があればお兄さんも気が楽になるはずだから。手のひら合わせはちょっとした儀式なんだ。手のひらを合わせてマザーフェンゴに祈りを捧げるとマザーフェンゴが祝福してくれるんだよ。知らないなら僕が教えてあげる。大丈夫、知ってるから。もちろんね。ここでお別れだね、カカワーシャ。もうすぐカティカ人が来る。どうして？カティカ人は僕たちのお金も食べ物も奪って、お父さんと…カティカ人は血に飢えていて残忍で欲深いの。彼らは全てを手に入れたいと思ってるから何も得られないままなんだよ。これは計略であり復讐でもある。覚えてる？今日はカカワの日。そう、あなたの誕生日なの。彼らはエビキン人がこの日に必ずお祭りを開くことを知ってる。この雨を利用して彼らは私たちの荷車を壊し全てを奪いに来る。でもカティカ人たちは今回私たちが抵抗しようとしてることも、空から来た黒い服の人たちが私たちの味方をしてくれることも知らない。彼らがいれば、この雨がなければカティカ人は行動を起こさないし、私たちもチャンスをつかめない。これは全部チボシンのお恵みなの。そしてあなたはカカワーシャ、あなたの子。でも誰か死んじゃうかもしれないし、お姉ちゃんだって危ないし、これのどこが幸運なの？どうしてこ…エビキン人は必ず仇を討つ民族だからだよ。チボシンが私を呼んでる。お父さんとお母さんも私を待ってるから答えないといけないの。でもチボシンはあなたが生き残れるよう幸運を授けてくれ。あなたが生きている限りエビキン人の血が絶えることはない。だから逃げてカカワーシャ、怖がらないで。絶対に振り返っちゃダメ。山の向こうへ行くの。雨はあなたと共にある。きっとあなたを守ってくれるから。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。チボシンがあなたのために三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血が旅がいつまでも平穏で、計略が決して露見し、さようなら、カカワーシャ。スターピースラジオが本日のニュースをお伝えします。カンパニー市場開拓部のスポークスマンによると、無主性グッズガンニアで小規模な反乱が起きたとのこと。反乱を起こしたのはカティカという部族で、この部族は長い間カンパニーに対して不満を抱いており、市場開拓部の現地での活動にも深刻な悪影響を。カティカはカンパニー保護下にあるエビ金属に大規模な襲撃を仕掛け、判明しているだけでも6728人が死亡、3452人が行方不明となっています。負傷者は現在、医療救助組織スポークスマンはこの深刻な人道的災害に深い哀悼の意を示すとともに、全生還市民に向けて本件に関する重要なスピーチを行いました。最後彼は、私たちが生まれながらにして持つ基本的権利を守るため、生死、種族、思想にかかわらず。カカワーシャ、
よし、役者の準備は整った。いよいよショーの始まりだ。この公演は君に捧げよう。これが君に忘れられない思い出を残してくれることを祈ってるよ。カカワジャ。ああ、そうでした。行く前に、あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？仮に、あくまでも仮定の話だけど、僕がダイスを振るたびに毎回この結果になる可能性があるなら、きっと僕は喜んで賭けるだろうね。この人がヨミ？はじめまして、うちは美月なのか。彼女とは知り合いだろうし、紹介はいらないよね。